じゃあ、物質の密度というところを今からちょっと一緒に見ていこうと思いますが、まあ、1年生の理科、のところでやったことなんですけれども、密度ってそもそも何なのかっていうところから、密度を求めるやり方、まず一番最初はそこの話をしていきたいと思います。で、まあ、1年生の時にね、習ったことをしっかりと復習しながら思い浮かべながら聞いてくれればと思うんですが、物には絶対に重さっていうものがあります。まあ、質量っていうやつね。その質量っていうのはまず物質によってそれぞれ違うね。例えば同じ大きさのものでも、鉄の重さとスポンジの重さどっちが重いって言われると普通みんな鉄の方が重いっていうのはすぐイメージつくわな。じゃあ実際にその密度っていうのを数字で表すと、どういうふうに表せるのか、それをちょっと一緒にまず一番最初見ていきます。なので、みんなのプリントのところには、1物体と物質、あ、違う、この次の2ページ目かな、密度とはっていうふうに書いてるところ、ここの部分、ここ一番最初書いてますが、一定体積あたりの物質の質量みたいに固く書かれててもなかなかイメージはつかないと思うわけ。なんなんて話。それを実際に単位で表してみるとこれがすごくよくわかるわけ。まず密度って言われたらここチェック入れといてください。グラム毎立方センチメートルだよっていうところで、計算の理科の問題のところとかで特に単位っていうものの意味がわかれば、あ、何をしなきゃいけないのかなっていうのがよく見えてきます。これグラム毎立方センチメートルって読みます。これどういうことかっていうのは下に公式って書いてるんだけど、そこの部分を触れる前にこれ2年生でも出てくるし3年生でもこういうふうになんちゃら毎なんちゃらとかって出てきます。そうした時これの見方というのをせっかくなので覚えておいてください。これね、この斜め線あるでしょ、斜め線あるでしょ、これをクイッっていう風にしてみてちょうだい。わかる？これを斜めになっているものをこうするわけ。わかる？すると立方センチメートル分のグラムっていうのがこの線をこうするだけで分かってくるわけ。つまりやってほしいのは何かっていうと、グラムを立方センチメートルで割ってください。それが密度なんですよって話。下に公式言葉で書いてるけど、ここを言葉として覚えてもいいんだけど、結局やらなきゃいけないのはこの物体の1立方センチメートルあたりの密度を答えなさいっていうふうな問題。密度っていうふうなことを聞いたらもうこれをやってくださいってだけ。いける？だから結局これって何かっていうと、グラムを立方センチメートルで割ってねっていう話。これだけの話。その体積の中に、立方センチだから体積ね、体積の中にどれだけ重さが詰まってるかっていう、これが密度。例えば社会の地理、人口密度って聞いたことある？普通に社会としてじゃなくてもいろんなところで人口密度っていう言葉は聞いたことある人も多いと思います。あれはある一定の広さの中に人が何人凝縮されてるかっていう。いける？だから、その人口密度を求めなさいって言われたらその広さで割ってあげればいい。人数を、人数割るその広さで割ってあげればそこにどれだけの人が住んでるのかっていうのが見えてくる。 OK。 だ、密度はとにかく割り算なんだ。ただしやってほしくないのはこれを逆に捉えて立方センチメートル割るグラムみたいにやらないでねって話。必ずグラム毎立方センチメートル、単位を覚えてくれたら何割る何をしなきゃいけないかが見えてくるんで、そこだけ計算間違いしないようにしてちょうだい。 OK。 はい、なので、一応公式って書いてるところはこれマーカーペンか何かでも構わないので、今言ったことっていうのがそのまま言葉として書いてるだけです。これ四角で囲っといてこれを使うんだよっていうふうにしといてください。OK ですか？じゃあ今言ったことを実際に計算してもらおうと思います。下に例題ってあるので、この例題、ある物質200立方センチメートルの質量が 250g であるとき、
この物質の密度を求めなさいって言われます。じゃあこれもちょっと時間を取るので今から計算してみてください。どうぞ。この時にまあ数学だったら分数でもいいんだけど、理科の場合は分数じゃなくて小数点が出ても構わないので割り切れるまでやってみてください。いいですか。じゃあもう式自体はいいよね。いくよ。計算途中でも構わない、計算途中でも構わないので、ここの部分、まず式なんですけれども、グラム毎立方センチメートルだからグラム割る体積です。これを、計算してくれたら250割る20なのでっていうふうに考え、200なのでって考えてくれたら、1.25なので 1.25をグラム毎立方センチメートルっていう風にやってくださいって話ですね。これだけ。まず密度の求め方っていう話をしたんだけど、本当に密度の求め方はこれだけで OK です。ただ大事なのは次のページ、その下かな、下に入っているように、物質自体には、質量決まってます。例えば鉄によって同じ鉄っていう物質でも密度が違うかっていうとそういうわけじゃないです。鉄って言われたらこの密度、スポンジって言われたらこの密度、アルミニウムって言われたらこの密度って決まってます。なので、下に書いてるこの表みたいなのあるね、まあ、こういう表です。こういう表、こういう、例えば一番初め氷 0.92、 アルミニウム 2.7 とか鉄 7.87 っていうのは覚えなくていいです。これ絶対覚えなくていいです。問題の時に必ず書いてたり表があったりしますので、その表の扱い方を密度の問題では覚えてください。いい？数字で覚えるんじゃなくてその数字の使い方、使い道をしっかり覚える。じゃあ問題の方は用意してると思いますので、その次のページペラッとめくってみてください。はい、練習問題があると思いますので、ホワイトボードの方にも書きますので、それまた写してくれれば OK です。今から時間の方を取ります。四角の1番から順番にそのページの問題を解いてみてください。それではどうぞ。